モレガイさんことジョジョさん、98回のレジェンドの一人です。さあ今日はどんなキャラを使ってくれるのか。あ、Kダッシュ、かすみ、残り1キャラは、悩んでますね。さあ元祖 3K 元祖 3K、 キャプさんの予言が当たった。さあ対する謎さんは共通に変わって、共通に変わってかな。あーんワンか、はいはいはい、おきさん、さっきの共通に変わってリンが入ってるのが、あ、ここはキャプさんが優しくフォロー。カラー見てくださいとかないんすか。どんなツッコミですかね。カラー見てください、カラー勉強してくださいとか。さあしかし、お、これはうまい。フルコン入れるものの残り体力がすごい、 K ダッシュと互角以上の勝負をしている。さあここでちょっと漏れてしまうが、さあ最後は投げ、おっとさっきから強一が止まんないっすね。あ、相当いい動きしてますね。さあ2番手かすみ、あ、かすみとキングを入れ替えたんですかね、間違えたんですかね。おっと、これは確定している。かすみ対かすみ、やっぱ嫌なんでしょうね。かすみ使いはみんな嫌がります。最後は乗っかってジョジョさんが取り返す。ああ、なるほど。さあ続いて中堅戦、出てくるのはリン。これはちょっと一回乗っかられないように何度かリンが逃げ回りながらチクチク行く感じになるでしょうね。さあこれワンコンボだが、アッパーの空振りに立ち、ダメージは低い。さあなんとか脱出して、ジョジョさん側はあんまりやったことないと思うよこのリン。まあ強一とかリンとかはどうするのか。おそらくそうですね。相変わらずシャガーへのヒット確認のあれ強いっすね。なんなんすかね。と駒投げが漏れるもなんとか前がフォローになる。な、調整ミスですかね、キャプさん。調整ミス。あ、力強くうなずいてくれました。調整ミス。さあなかなか追いつけない。どうなんすか。調整ミス。あ、かすみのジャンプ D、ジャンプ CD。調整ミス。あ、最後は多分知らないであろう中断。すいません、食材一生懸命喋ってんのに変な話ばっかして。これリンちゃん側これニアだけできついんじゃないのこれ。へえ、じゃあいけるんだ。ほう、さあベノムに乗っかってしまって、おっとこれは、お、首切りに行きましたね、うまい。さあなんとは切り返して、あとがない。最後はシャガビー、シャガシー、マイエーでナルトさんの勝利。あとはさあレジェンドを持ってしても止められなかった。あとお、最近アクアパッチョに夢中なバターさん、対戦一緒、どっかの誰かと違って言い訳をしない、アクアパッツァを言い訳にしない男だ。さあ評判を意識したが草薙を投入。知ってます、知ってます、よく使ってるんですよね。さあ草薙ネームレス、あと1枚、イオリ。さあバターさん、クズさんとは一味違うところを見せてほしい。98を彷彿とさせるようなチーム構成ですね。そうですね、やっぱメインが98がベースだったよね、バターさんも。でも京一多分やったことないんじゃないかな。まあおそらくそうでしょうね。危ないっすよ京一知らないと。そうですね、しかもかなりいい動きしてますからね。
っと前転はとがめられない。多分しゃがみ強キック速くて困ってるっぽいっすけど、そうですね、足場への性能は本当ガチですからね。さあしゃがんでしまうがフルコンにはいけない。おっと、さあバターさんも足払いで応戦する。中段中段距離を取って、さあここはうまい。今度はターンがナルトさんに。おっと、金ビー前ビー、いや、ガードは硬いですね、よく見てます。さあ残り10秒切って、さあ何を見せてくれるの。おっとさあ闇払いにジャンプ飛ばして、まずはナルトさんが先鋒戦を勝利。今日いっぱいいるのにあんまり使えて少ないっすよね、このゲーム。今日1競技草薙、ね、オリジナル競っているじゃないですか。まあ、本気話してる人は本当に少ないですね、どの草薙今日も。さあ続いて出てくるのは伊織だが、これは確定する。ナルトさん細かい反撃もよく理解している。しかしバターさんも負けてはいない。おしっかり見てる。さあ、ここは体育。さあバターさんが取り返すもののそこそこの深手を追う。そして出てくるのはハイデル。出る範囲よりいいですね。まあ通常攻撃立ち回りでは出る範囲に分があるんですけど、ただ直樹さんと通信の試合を見てると直樹さん超嫌がるんですよね、なんだか知んないですけど。あ、けどこれ結構夜のジャンプが鋭い分、まあジャンプの鋭さと多分、はい、スピードの速さで対応しにくいんでしょうね。結構そのクロスカッターに対しての一点読みのジャンプが綺麗に通ったりするんですよね。剣道の面みたいにね、大ジャンプシーです、パーン。そうですね。さあと言ってる間に追い詰められたのはどっちだ。バターさんがあとネームレス1枚ですね。おっと、これは危ない。なんとか通常投げで済むが、おっと、あっと、直樹スペシャルにはいけない。 NSP はミス。さあ直樹スペシャル難しいですからね。確かにあれは難しいですね、かなりこのゲーム。年中ハイデルン使ってないとダメです、あれ。あ、サブキャラで使ってできるのキャップさんしかいないです、この店。あ、なんとか。さあ小技をうまく使ってネームレスをいじめる。しかしネームレス側はそろそろ 100% になるぞ。これは危ない。確かにここで刺す。さあ完走できるか。さあバーサスの流しじゃないのだよ。さすがアクアパッツァが効いてるようです。コンボ精度がしっかり。クズさんとは一味違う。さあ対象対決、これどうなんですかね。コンボ決めればまだ分かんないですよね。そうですね、これはちょっともうネメス状況的には、あーけどさすがにこうなると体力差がさすがに厳しいか。死んでしまった。最後もこの光景、さすがに厳しかったが、よく見る光景。さあバターさんも倒されて残るはキャプさんだけ。Q さんまだ出ない。じゃあ Q さんいきますか。さあ続いて出てくるのは Q でいいのかな。バーストル Q クマン Q。 さあ戦闘能力に期待ですね。さあもう自分の量産型プーディーさん厳しい。あ、さあスタートボタンを押して始めてください。自分の数少ない老害仲間の Q さんですね。老害仲間の Q さん、またなぎ、シャンフェ、ピナコ、クラーク、すごいチーム構成ですね。でも Q さんは老害の中でも、ナルトさんがもうこれ相手のシャンフェ意識してシャンフェを投入ってことでいいんでしょうか。なんかナルトさんかなりキャラ幅広いですね。いっぱいカード持ってますね。さあここはどうキャラ、あ、そっか、 Q さんも珍しくシャンフェを使っているが、同じカスタムでなんか
使うようになったのかな。黒とクンピだね。どっちがどっちだかわかんねえや。これこれってどういう対戦になるんですか。これいやサンフェイは全然使えないのでわかんないですけど、もうなんか勢いの感じがするんだけど、この勝負勢いでなんか押し付けた方が勝つ気がする。ノリよくノリがいい方が勝つそんなんでいいですかで見てると思うんだけどな、この試合ってよく、でシャンフェイとピナコ、おいプリさんこれどうなんですか。シャンフェイとヒナコってどうですか。一番は 5分以上、それヒナコ側が有利ってことですか。へー、さあ5番で暴れていく。お互い距離を取って触るきっかけを作っている。さあナルトさんうまく距離を取って、シャンフェイがヒナコを遠目から波動拳とエンディートでいじめるいじめる。さあシャンフェイにヒナコも倒されてしまった。苦しい。さあ大将Q さんのクラーク、あでも Q さんはちょいちょいキャラが変わるんですけど、クラークだけは固定ですね。あそうですね、毎回クラークだけは外してない気がしますね。おっとこれはすごい、多分打ったんでしょう。まあなんか読みがあって強気の選択肢を取っていた感じ。さあ続いて今日はさあ先ほどまで大活躍のこの強一、今回の試合温存してきましたね。そうですね、ここまで使えるとは。これはかなり強腕使いの方は参考になるんじゃないですかね。いるんすか。いや分かんないですけど、いるんすかプロ。おーっとこれはダメージ、もう一回、あーっと、あー受け身を取らないからもう一回入ってしまう。二次会で終了。二次会さあナルトさんが連勝を重ねて、あとはキャプさんとプリーさんだけ。おキャプさんいきます。さあ出てくるのはキャップ。さあキャップさん今日初プレイです。大丈夫なのでしょうか。さあそれではスタートボタンを押して始めてください。さあキャップさん今日は何を見せてくれるのでしょうか。さあナルトさんがもう早くも強づくし、長男と次男を、あさらに強づくし、 KKK 素晴らしい、強強草薙、やばい、なんだこれ激しい、画面に今日が5キャラいるよこれ。どういうことこれ。これは紅白さん、紅白戦でも稀に見る、あの98からのレジェンドの伊藤さんもこう熱い視線で見つめるこれさあ先鋒戦は兄弟今日いや兄弟草薙、兄弟草薙もうプロはもう何だかわからないもうおじいちゃんなんで同じに見えますね。おじいちゃんなんすか。オリキョの方がキャプさんか。さあこれめくり入って、さあもう一回めくって、お飛びましたが、まあでもあれダメージ最小限で抑えましたね。さあさすがにここは仕込んでいる。先鋒戦を取ったのはキャップ。さあこれあのストーリー通りクローンが出る幕じゃねえってオリジナル強化、はい、オリジナルが咎める形、まあ、逆にクローンがオリジナルを超えてしまうのが。さあしゃがんでしまったところにワンコンボ、初プレイだっつうのにうめえ。確かにあの大番さんのコンボよりもいてさあ探しで落として、さあ今日は
おっと、これはちょっとちょっと遠かったか、昇竜が空振ってしまう。あ、競技、これ何なんですかね。これあの突き詰めると競技対競技とかになっちゃうんですかね。まあさて、さあ競技は競技が勝つ、よくわかりませんね。キャプさんの方かな、勝ったのは。まあちょっと体力差がつきすぎてましたね。そうですね。おっと最後男の強一3番何を見せてくれる。おお、これは差し込まれる、非常にうまい。さあでもこのキャプさんの競技もね、2本以上あると危ないんですよ。これ何回もう爆殺食らってるか分かんないよもう。おっとこれは危ない、キャプさんの場合はもう1個のミスが命取りになる。さあ投げ決まって、さあ危ない、あーっと食らってしまった。ねクリス使ってる側の人の方なんかシーって言ってたんですけど、さっき勝ったのはキャップ、ナルトさんの連勝を止める。さあ続いて最後の試合かな、最後ですかですね。さあプサン、プサンでいいのかな、プサンだね。はい、スワナープー、今日の名前はプー。はい、始めてください。さあキャップさんもう温まってるとしか思えないですね。さあやっぱりプティさん側は NHK、 キャップさんは、さあキャップさんはイオリを投入。さあ何を見せてくれるんでしょうか。あ、たまに使いますけど、キャップさんが紅白戦でイオリを投入するのは結構珍しいかな。お、初手が K ダッシュイオリですね。あ、今日は KNH でいくみたいですね。これはまあなんか K ダッシュだけど、イオリもなんかそこそこいけるっぽいことを聞いたことがある気がする。空中戦は多分あの強攻撃だったらあのジャンプ D だとイオリの方が多分強いんですよね。はいはい、ただ K ダッシュ側が小技出してくると空中戦はまだ K に抑え込まれちゃうんですけど、でもキャプさんはそれに加えて対空精度が高いんでね。あ、そうですね。まあでも今のところ合格の展開。さあナローからバイスで。まあでも、ね、まあ、でも K ダッシュ対 K ダッシュはね、まあどんなに強くても事故るんだよね、そうキャラ。さあ2番でキャプターのネームです。さあここから鬼の2番ネームです。さあ一瞬で仕留めていく、 K ダッシュに何もさせない。さあ K ダッシュのにじめられる前に始末しましたね。さあここで同キャラ、さあここで聖なる戦いですね。でもキャプターのプディさんもネームレスネームレス強いんですよ。そうですね、2人ともあの対空精度高いんですけど攻めの密度が濃くてあんまり勝利打つ場所がないですよ。あ、確かに。まあ2人とも2ゲージ溜まってるんで、まあどこで差し込むかですね。お、触っていくのはプディの方。ただあの K ダッシュと違ってやっぱりやり込みの差これ出ると思うんですよ。やっぱり途中でポロポロ拷問ミスしてるようなネームレスやっぱり勝てないですね。お、暴れ潰しに引っかかってしまう形かな。お手本をいただきました。またちょっとシッって言ってますよ。さあちょっと今日はキャプさんキレあるな。これおっとしゃがんでいる、吹っ飛ばしさして、ちょっとプディさん焦ってるか。さあ硬い硬い硬いです、お互い硬いですよね。これしかしここで1回失礼しますが入ってどうなる。お、中段刺さってしまう。ここからはい PSP。 さあとりあえずノーマル調ひれしめて、うまい。さあ中段フェイント下段、中の下段、今のはうまい。さあこれはお互い魂キャラ同士ですからね。そうですね、まあ、ひなこ側が若干ビハインドですが、まあ強烈なコンボを持ってますんでね。さあ危ない、
あーっと下がってしまう。うまい、しゃがえしゃがえ。ゲージは温存で置き攻め重視。さあ怖い。さあだいぶダメージを奪う。おっとスライディングでしまう。タッチ B が刺さってしまう。これが決まればこのまま PSP2 連発。今のはうまかった。まあキャプさんもちょっとミスした感じですかね。珍しくスライディングがめり込んでしまった。今日の優勝インタビューはプディさんですね。プディさんなんか、プディさん、プディさんホスト席に。あ、なんかお願いします。あ、特にないっすね。はい、まあだからイオリ取ったのがまあ間違いってことですね。まあ、この俺にイオリなんか使ってんじゃねえと。あ、まあいや、それだけじゃないですけど、けなし同キャラであれば多分8人ぐらいで負けるんで、あ、まあ、そこから話が違うでしょ。まあ確かに。というわけで第45回紅白戦、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。